皆さんこんにちは。レック専任講師弁理士ののおとみです。今日は、データから分析、合否を分ける勉強法を教えますということで、30分くらいですかね、お話しさせていただきたいと思います。はい、ではですね、まず、データから分析ということなんですけども、本試験ですね、もう今ちょうど、この間論文の必須ですね、終わったところなので、担当の、出題データと論文の出題データが、揃っています。で、担当の出題データなんですけども、こんな感じでですね、全体の、データをまとめると、個数問題がね、ちょっと多かったなというイメージなんですね。で、特に、特実でちょっと多めになっていますよね。で、それが気にしてる、部分もあるんですけど、難易度がちょっと高かったと、特実難しかったなというところですね。で、一生がやっぱり4歩の中では択一の問題が多いように、一生がね、非常に優しかったんですね。で、改正絡みももちろん出ているんですけども、去年とはちょっと違うところの改正が出ていて、で、全体的にそんなに細かくなくて、そんな難しくなかったなというイメージです。改正はちなみに 24% 12枝ですね。で、商標は同じように 60% ちょっと少ない 60% ですけど、そうですね、若干ちょっと難しい部分もありましたが、そんなにはということで、普通にしてありますね、難易度。で、条約は例年並みですね。で、今年はちょっとイレギュラーにこの著作が難しかったんですよね。やや何と書いてありますけど、何にしてもいいぐらいでしたね。で、不正競争防止法は例年並みっていう感じで、で、ウィヨン法は特許が難しいんだけど、一生でそこをなんていうか中和してる感じで、結局普通ですね。で、下三法はちょっとこう著作が引っ張ってしまって、やや難にしてあります。ただ全体的に見れば、合格者数ちょっと減ってるんですけども、普通というふうにしていいんじゃないかなと思ってます。で、今日まず注目していただきたいのは、難易度っていうところよりも、難易度はね、毎年変わるので、そう分かんないですよね、来年どうなるかと。ただね、もう来年はほぼ確実にこの著作に関しては簡単になると思いますよ。これはちょっとやりすぎ。私の受講生でもボーダーはるかに超えてるのに著作で足切りっていう子いましたから、ちょっとね、それはやりすぎかなと思いますよね。なので、ここは簡単になるだろうなと思うんだけど、ただね、特許がじゃあ今年すごい難しかったからすごい簡単になるかっていうのは、どうかなと思いますね。やっぱある程度の難易度を維持しようとすると、一生でね、難しくするのはやっぱ難しいんですよ。すごく難しくするのが難しいですね。もう決まった範囲ですし、出せるパターンともやっぱ限りがある。で、一つ難易度を上げるパターンとしては、今年 の論文方針の一生がそうだったんですけど、特許の取材範囲から持ってくるって感じかな。判例とかでも援用できるものを持ってきたりとか、特許で本来出すべきようなことを一生でも出せるからってことでこっちで出すって感じであれば、若干難易度を上げていけるんですけど、それでもね、やっぱり特許の難易度っていうのはある程度の高さを維持してくるだろうと思いますから、ここがやっぱり4法 の柱になってくる、合否を分ける柱になってくるんじゃないかなと思います。で、難易度はやっぱりもう例年ね、やっぱりちょっと多少違ってくるのは仕方がないので、中身をね、やっぱり考えていかなければいけないんですね。で、一応その改正が今年ありましたから、令和元年にありましたから、今年まではやっぱり改正祭りだろうなというところはあったので、そんなにね、ここで落としてる感じはないんですね、皆さん。で、特実に関してはまたね、ちょっと来年、施工が予定されている、今現在まだちょっと施工されてなくて、4月1日に施工が予定されているものからの出題とか、商標もそうなんですけど、あり得るかなっていうところあるんですが、ただね、改正っていうのは改正されてすぐはね、逆にボーナス問題ぐらい簡単なんですよ。
だからね、ここは恐るに足りずだと思うんですね。ある程度やっとけば大したことなくて、そんな恐るに足りずなんですよ。で、注目してもらいたいのはね、この辺の少なさなんですよね。私がもう気にしてほしいのは、判例はまあ簡単なんで、皆さんそんなに判例でなんかえって担当ではないと思うんですけど、多分ねこの辺が気になるんですね。アホにしか書いてないこととか、便乱とか審査基準から出るっていうことになると、ちょっと嫌な感じがあると思うんですよね。でこの辺から出すことによって結構難易度がこう上がってきたりするってこともあるんですけど、結局ね 5% なんですよね、たった、全体の 5% しかないっていうことなんですよ。4法は、まあ、全部で40問ありますよね。でいわゆる200枝なんですよね。単純にですよ、4枝の問題とかもあるから、まあ、もちろんあれなんだけど、大体もうで言うと、まあ、200枝なんですよね。でそのうちの10枝ですので、ということは 5% なんですよ。で逆に言うと、これ以外の 95% はっていうと、まあ若干この判例が入る部分があるんですけど、ほぼ条文から作られてるってことなんですね。だから根拠となる、その私たちよく速報会で根拠となる条文とか判例とか審査基準の部分だったりとかを書き込んだ表を使って作ってね、回答速報会をするんですけど、その中でほぼ条文なんですよ、今年なんか。で今年なんかって言ってもここ何年もの間そうなんですね、ずっと。だけどもなんかやっぱり例外の方が目立つんですよね。判例3つしか出てなくても、あの判例出たっていうのを覚えてても、あの条文出たって言わないじゃないですか。だからやっぱりね、こう例外の方が目立つから、皆さんの印象としては多分この辺がすごい気になってくるんですけど、でも冷静に考えれば4法の 95% は条文から作られる問題なんだってことになると、どうしたらいいかっていうことはもう歴然としてますよね。条文の読み込みに尽きるわけですよ、ですからなんとなくね、その印象で勉強しないでいただきたいんですね。この試験はやっぱりその簡単な試験ではないです。だから全く勉強せずにとか当然できないし、その付け焼き刃的に1週間勉強したから受かるような試験でもないし、それは例えば数ヶ月単位、2、3ヶ月でもほぼ担当試験も難しいと思いますよね。で大体その1年かけて、ね、入門講座、ね、そのベースを作って、でその上に担当の勉強を載せていくっていうことを少なくとも半年やって、やっと初めて、まあ、合否のラインに乗ってくるわけなんですよね。で多くの受験生は当然半年で受からなくて、ね、1年かけてやるし、で1年で合格できない人だっていっぱいいる試験ですから、そういう意味ではやっぱりそのきちんとしたその印象ではなくてね、きちんとしたその分析に基づいたものを使い、その方向性で勉強しないと、やっぱり受かるものも受からない、使った時間分の実力はつかないと思います。ですから気になるのはわかるんですけど、青本を読みまくって受かる試験ではないです。条文の文言を覚えないと。ですからちゃんとやるべきことをやってもらいたいんですね。やっぱり勉強って理解してこう分かっていくっていう、こう感覚、それはすごい嬉しいし、それが快感で勉強するじゃないですか。だけども一方でね、覚えなきゃいけないっていうこととかはすごいやっぱり嫌な作業なんですよね。だから過去問解いたりとか、青本読んだりとか、判例集を熟読することと条文を読み込むことっていうのは、どっちがいいかってほぼ多分前者を皆さん取ると思うんです。私だってそうですよ、だけども実際じゃあ合格に近い勉強ってどっちなのっていうと、やっぱり条文の読み込みに尽きるんですよね。ですからまず担当の勉強の方法としては、
あの条文のもちろん趣旨を理解することで要件はすんなり入ってくるし、すんなり入ってきた要件は定着しやすいので、趣旨の理解っていう部分ではすごく大事だから、導入のところで青本読んだりとかで論文の勉強としてのその併用でね、あの趣旨の勉強したりとかっていうことはもちろん大事なんですけども、担当の勉強っていうことを考えると、その後の過程ですよね、要件効果をきちんと頭に定着させるっていうところがやっぱりネックになってくるかなっていうのが、今年の本誌の、まあ、今年の本誌のというか、ここ数年の本誌の分析結果から見える勉強法です。でもう一つは、今年ちょっと商標でね、あ、ここちょっと 60% の修正しておきますね。今年のその総評でここなんですけど、うん、でこれってね、衣装もそうなんですが、もともとそうだったんですけど、あの事例問題で出て、で具体的なその内容で検討させるっていう問題が結構あるんですね。で特許でももちろんそういうのはあるんですけど、例えばよく使うんですけど、医療行為の問題だったりとかね、そういうのとかだと具体的なその手術方法を開示したりとかすることがどうしても必要になってくるんで、でそういうような問題っていうのは、まあ、当然特許でもあるんだけど、ただね、衣装商標でやっぱそこが顕著で、特に商標でそれを出された時に結構ね、足すくわれる方が多いんですよ。で上さん、上の特実委員の3つはやっぱり創作法なんで、まあ初っ端に3つ勉強しますから、そんなにこうグループ的にこう特をやってれば実と委員はそんなに考え方の部分で難しさを感じることはないと思うし、自分の客観的な自分の状態とで他人が見た時の齟齬っていうのもあんまりないと思うんですけど、私が結構その論文の採点とかをしててね、感じるのは、商標は表面的には分かってるつもりでなんとなくその当連とかでもクリアしてきてるように見えても、実はこの人分かってないで書いてるんじゃないかって感じるような答案って結構あるんですよ。でどういう場面で出るかっていうと、例えば侵害場面の26条の描写だったりとか、うん、例えばもっと言うと4条1項11号とかの拒絶理由のところの検討で商標の類否判断をする問題だったりとかね、なんかそういうところの、まあ、侵害が圧倒的にやっぱ多いんですけど、その不理解じゃないかなって感じることって、だけどもなんとなくね、やっぱりこの今の論文の採点って尺子定規にするようなところがあって、項目さえ上がっていればそこの説明も条文の言葉を使って当てはめができていれば、なんとなく分かってなさそうに見る人が見れば分かってなくて書いてるんじゃないかと思うようなところでもね、うん、でもそのままなんとなく点数がついて本人が気づかない間にそのもう本試を迎えてしまってるっていうことって結構あると思うんですよ。でもね、本試験の先生はそう甘くないです。やっぱ当連の採点者っていうのは講師ではないので、やっぱ採点をして本人たちももしかしたら分かってない部分があるぐらいの人たちですから、やっぱりねそこはちょっとルーズなんだと思います。だからその気づかないでなんとなくそこまで来てるっていうことがあるんだと思うんですよね。例えばね、26条の普通に持ち得る方法っていうのはいわゆる使用対応を問題とするわけでしょ。ということは、例えば問題文の中にそのなんていうのかな、字体がじゃあ誤縮体だったら普通に持ち得る方法と言えるのかって、26条だと必ずしもそうとは言えないじゃないですか。でも字体しか書いてないのに普通に持ち得る方法だって断定してしまってるとかね、うん、でもそれって違うよねと、例えば3条だったらそれはいいけれども26条はそれは違うよねとか、そういうところのそのちょっとした注意深さに見えるようなところに実はよく分かってないっていうことが潜んでいたりとか、それが結構見えるんです、論文の採点をするとね。でもう担当だとなかなかそういうことが今まで分かりづらなかったんですけど、最近の問題は具体的な描写にしてくることが多いんですね。例えば
2条3項8号の広告的使用対応っていうところも、あれも商品とか駅元の関係が表示されてるかどうかで8号に当たるかどうかっても変わりますよね。でそういうところとかも、まあ、いわゆる担当で聞いてくることがやっぱり最近はあって、で具体的なイメージ、広告的に使ってるとか取引書類に使ってるってどんなことを言えるのか、どんな場面が想定できるのかっていうことが具体的な描写として出てきたときに本質的な理解が問われるんですね。でそういうことが最近のちょっと本誌では見えるなというふうに感じています。だからちょっとその付け焼き場的なところはいかないので、条文の読み込みって言ってもやっぱりちゃんと理解した上での読み込みっていうことは必要になってくるかなというふうに思いますね。これがまず担当試験ですね。で次に、論文試験なんですけども、論文の傾向はまあこんな感じで、そんなに今年顕著に何か大きく違ったかっていうと、そうではないかなと思います。そんなに違った感じはしないかなと思ってます。で、最近もそうなんですけど、もうこれ、まあ、22年からちょうど10年分ぐらいですかね、上げていますが、全部にまたがってるんですね。これ一行基本問題、事案解決って拒絶理由を見つけていくとか無効理由を見つけていったりとかする問題ですね。で措置問題は、まあ、単純にもう措置を述べさせる問題、措置を考えさせて述べさせる。で論述っていうのは侵害かどうかとかそういうことを検討させるもので、手続きっていうのは手続きの流れ系のものですね。そういったものですよね。でねちょっとねここの部分は私が作ったもん部分ではないので、若干ちょっと考え方が違う部分が、手続きにそんな1問2問入るかなとかっていうのは多少あるんですけど、ただ言えるのは全体にばらまってる、全体にまたがってるっていうことは確かです。だ全体にまたがってる、だからどこかの部分しか出ないってことがないんです今の本誌。だから基本問題を例えばもうスルーして捨ててしまったこともできないし、事案解決苦手だと、私は担当が苦手なんで事案解決嫌なんですとかって言うと論文でもやっぱりダメなんですよ、担当で運よくボーダーを超えてもね。で措置なんかだと当然毎年毎年出るのはまあ明らかですし、論文でも論述じゃなくてね、項目を列挙するものっていうのは措置問題でカウントした方がいいですね。ちょっと論述のところに異常の2が入って令和2年とか入ってますけど、これは私だったら措置に入れるんですよね、ここをね。で、まあちょっとね、だからそういう意味では若干私の見解というか違うんですけど、まあここはいいですよね。今回衣装の2番はここでしたし、でまあ事案解決って言ってもこれまあ措置にもまたがるんでね、だからここでもいいかなと。ごめんなさいね、これね、だから、まあ、またがる感じでもいいかなってと思うんですけど、特実がね、基本問題国有が入ってるんだから、ここがそうですよね、1問目が入りますよね。で事案解決の特実意が入って、で国債とかが事案解決なんで、そこで事案解決、そうですね、あと事案解決かな。だからこことここですよね、特実の1問目だから手続きじゃないかなここは。で特実の2問目は無効審判だからここですよね。で職権調べっていうところでここですね、ね、流れっぽいところですもんね。であと、そうですね、いわゆる補正、審判請求書の補正とかもここに入るし、で審決取り消し訴訟のところはここだから、特許の、2問目もここに入りますね。
で、あとまあ手続き系なんでここでいいかな、うん、だから特許の2問目はこことこことここかなという感じですよね。あとはね、で一生に関しては今言ったところで OK で、で商標に関しては、基本問題がまず出てて、で補正用紙変更で先章だから商標措置でいいですね。であと53条2の取り消し審判は、措置でいいので、そうですね、大体いいですね、うん、でまあ こんな感じなんですけど、まあね、その細かいところ人に見方によって措置にしたり手続きにしたりするから別にいいんですけど、手続きってね、流れが生ずるものを私は想定してるんですよ。時間の経過が想定するもので、それ以外は実際の手続きでも全部措置に入れるんですね。だって措置の中に手続き入るから、だからまあここよりここの方が当然多いんですけど、でもね、全体的に多少その年によってそこが多い少ないというのはありますが、全体的にばらけるっていうのは毎年そうなんですよね。ですからどれも不得意にできないし、どれも捨てれないっていうことなんです。じゃあどうしたらいいかっていうことなんですけど、やっぱりきちんとこうシステマティックに考えていくっていうことが大事で、この5ページのところに書いてるようにね、ただ事案解決だとこう総当たり表っていうのを私講義の中で使っていくんですけど、これでやれば漏れがないよとか、措置問題もチェックリストですよね。で消去法でやる。で論述系はフローチャート使ってやります。で手続きだと、これ規制っていうのは審査基準だったり審判便覧だったりとか入ってるものを、規制のものを使っていくんですけど、それぞれのやっぱり対応策に応じたものをやっていかなければいけないんだけど、ただまあ手を広げないで確実にやっていく。それは知識の面でも型の面でも同じです。で今年はやっぱりね、知識を増やすことが重要って今書いてるんですけど、なんていうのかな、広げすぎるという意味ではなくてね、その受験生として知ってることを確実に書ける知識にどんどん移行していくってことが必要で、で例えば特許で製パン機事件という特許ではよく出る裁判例が今年一生で出たわけなんですよね。でそれって一生で気づかなかったって人も中にはいるんですけど、それってやっぱり特許で出たとしてもあまりよく分かってないから一生で出されたら全く違う別の場面だと思ってしまったわけじゃないですか。ですからやっぱりその確実な知識っていうものをしっかり持たなければいけなくて、あやふやなものをいっぱい持っていても結局受からないんですね。ですから論文対策としてはやっぱりきちんとそのインプットをする。でしかもその中の8割っていうのは担当なんで、担当の勉強をしっかりすることがやっぱりすごい大事なんです。で43点を目標にしてもらって、で4法に限っては8割を取れるようにしてもらいたい。で残り2割はまあ判例とか趣旨っていうことなので、インプットはもうほぼですね、やっぱり担当の力ってものがものを言うんだよと。だってさっきのその表で言うと、この部分ね、今のこの部分っていうのはまさしく担当ですよ。この辺っていうのはだ必ず毎年いっぱい出てるわけですよね、ここっていうのはね。ですからやっぱり担当の勉強をしっかりすることが論文につながっていくので、きちんと担当の勉強をするってことはすごい大事です。でアウトプットは、構成は情報量で決まるって書いてるように、結局ね、題が取れないんですよね、この知識がないと。だから自分が持ってる情報量が多い人はやっぱり台の把握も早いしきちんと取れるので、やっぱりインプットありきなんだっていうことがあります。であとその答案構成をして実際語彙が分かる、もう答案構成見れば大体分かるんですよ。なんでかっていうと、どう書くかじゃなくて何を書くのかっていうことで勝負が決まるからです。だから答案構成を見れば、あこの人はそこに現れてる、ね、ことを基本書くとすれば、まあ、受かるだろうなとかが分かってくるんですね。で今その大把握っていう話をしましたけど、あとねここですよね。今年の本誌って
すごくあの聞き方に特徴があってね、割とピンポイントで余計なこと書くなみたいなメッセージがやっぱあるんですよ。例えば商標の問題とかだと、ここで公に対して主張する商標法上の権利って言ってる。でその前に有効性争うことなくって言ってるんだから、140の3は書いちゃいけないんですよね。無効審判とかね。でこれ32条が正解で、こっちは最も妥当なものって言われてるの、うん、例えばこれね、口頭でお客さんと話してるっていうことを考えればわかると思うんですけど、先生ね、商標法の審判の中で今回の場合は最もどれが妥当ですかって言われた時に、ね、何個も何個も挙げられるわけないでしょ。最もって言われてるのに、この弁理士ダメだと思われますよね。選べないってことだから。だからそれなのに何個も何個も、ね、書く、それって全然お客さんの言うこと聞けない人っていうことですよね。ですからやっぱりその大把握をきちんとするっていうことを、でその通りに把握した通りにやっぱり表現するってことは大事で、まあ、今後その当連とかでやっぱりそんな訓練していくべきなんじゃないかなと思います。だインプットはまあ機関講座でこの範囲でってことをやって、でアウトプットは答案構成までは当然講座の中でレクチャーをしていきますね。さっき言ったようにこういう答案構成をシステマティックにやっていくっていう、こういうやり方をやっていく。で今度はそれを実際表現をし、大把握をきちんと表現する方法として、あの当連で訓練をしていくっていうことがやっぱり大事になってくるかなと思います。で最後にここの部分にちょっとなんか格言みたいなことを書いたんですけど、楽は苦の種、苦は楽の種って、これ私論文試験だけではもちろんないと思ってるんですけど、あの担当試験と違ってね、条文集貸与される論文試験だし、でなんとなくその答案を書くっていうことになると、丸×のその白黒の世界じゃなくて少しグレーな世界を歩くような感じになるので、どっちかっていうとそのちょっとこのなんていうのかな、知識の確実さ、暗記量っていうものは論文としてはそんなに必要じゃないんじゃないかと、なんとなく知ってることでも文章ではなんとか書けるんじゃないかみたいな、多少そういう感はあると思うんですよ。で現に趣旨とか判例だって出たとしても、例えばその基本レジュメとか、まあ、判例そのものだったり、そういったものをそのまま書かなくても再現ができなくても受かりますよね。趣旨だって違うことを言わなければ、ストーリーが大体合ってれば受かりますよね。ですからそのルーズな部分っていうのは確かにあるんですけど、ただ実際じゃあ合格していく人たちのメンバーを 見ると、ね、裏付けられるのはやっぱり時間がこう限られてる中で、パッと問題文から何を聞かれてるかが分かり、パッと構成ができっていうところは、インプットがやっぱりしっかりしてて、システマティックに構成をする訓練をしておかなければ、特実の答案構成時間なんて15分20分ですから、その中でこれだけの問題量に関して処理をしていくってことはやっぱり不可能に近いわけですよね。だからあやふやな知識ややっぱり多少あのその場その場で答案構成はなんとか乗り切ろうみたいな感じのやり方で準備をしていると、やっぱりそのいつまでもやっぱりできない。だから楽は苦の種、苦は楽の種っていうのは、やっぱり今自分がやりたいこと、例えば当連受けることとかっていうのは割と緊張感があるし、そんなに苦じゃない。だからゼミに入ったり論文の当連受けたり、そういうことは結構やりたいっていう中上級の方結構いらっしゃる。だから当連だけなんとかしようみたいなね。でも実際じゃあそれで受かるのかっていうと、その他のところでね、インプット自分でちゃんとやるんであれば別ですよ、ね、ちゃんと判例集も読み、ね、アホも読み、ね、あの担当の勉強も受けるつもりでやりっていうようなところまでやれば別ですよ。でもそこまで本当にセルフコントロールができる人ってそんなにはいないと思うんですよね。だからやっぱり多くの人は機関講座で
インプットをしっかりやって、やらなきゃいけないこととやるべきことがもうちゃんと義務になってるからこそ、やっぱりやれるっていう部分が他者の人間なのであるので、なんでそこに依存するっていうことがやっぱり一番の近道であるってことも言えるんですよね。なので、まあ、期間講座でそれをやりっていう、でもそれはやっぱりしんどいですよね。ね、その自分で適当にやるのとは違うから、やっぱり毎週毎週講義を聞いて、で図案構成もシステマティックにやるような準備をして、しんどいですよね。だけどもやっぱりさ、苦は楽の種なんですよ。本誌になった時に、当連本番に近づいてきた時に、やっぱり自分が準備してきたことがそのまま点数になりますから。ですから今楽をして、ね、嫌なことをやらなければ、やっぱりいつまでたってもアウトプットで結果はできない。でも今インプットのきちんとした準備をすれば、やっぱりそれがいつかですね、まあ、本試験までには少なくとも点数になって返ってくると私は考えています、うん、なのでこの、ね、論文の講座っていうのは何のためにこんなにやるのかっていうと、やっぱり皆さんが楽をするためですね。この先、ね、楽っていうとなんか変な感じなんですけど、早く受かるためですね、うん、早く論文抜けるためですね。そのために一緒に準備をしましょうということなんですね。ですから今とにかく論文で一番大事なことは、しっかり担当知識を備えることで、書ける知識を少しでも多く準備をすることと同時に、システマティックに答案構成ができるように訓練をすること、それじゃないかなと思っています。はい、では、私からの、話は以上になります。では、皆さんがね、本試験で早く結果が出せるように、バックアップしていきたいと思いますので、まあ、ぜひですね、また中上級の講座でお会いできるのを楽しみにしております。以上です。お疲れ様でした。